えー、こんにちは、えー。フードデリバリーの配達員をしています。えー、限界ギリギリのおじさんです。えー、とまあウーバーのおっちゃんですね。あのそうですね。まああの今月からまあちょっと専業っていうような形でですね。あのまあ生活の あのまあ、収入のすべてをですねフードデリバリーの配達報酬から賄っていかなきゃいけないというような状況になりましてと、えー、いうのは僕は本職介護の仕事をしてるんですけどもちょっとそちらの方の仕事がですね、えーまあ、ちょっと体調を崩してしまって働けなくなってしまっててでまあまあまあ 別に傷病手当とかねあの申請したらも,えもらえるんでしょうけど、まあ、別にその何やろうこう、まあ、体が動かないわけじゃなくてちょっとメンタルの方なんでそうやってこうちょっと社会保障の世話になるよりはまあちょっとこう副業というか、まあ、潜りの専業というかねあの潜水艦の線の専業でねちょっとギグワークでもしてしのいだ方が お国のためにななるんちゃうかなと僕はてて、うんまあ、病気の治療というか療養というかそういったことのためにもまあ,あのお日さんの下であの原付き走って体動かした方が早く治るんちゃうかなと思ったりするところもあるんで、まあ、もちろんその会社的にそれはダメですとあの、まあ、はっきり釘刺されたらもうじゃやめますと言って、まあ、のまあこういったねこう ギグワークはやめないといけないなと思ってるんですけども、うん、まああのそうですね一、まあ、日にこう働けるあの時間ってやっぱりこう限りがあってウーバーイーツだったらあの荷物持って走れる時間が12時間っていうリミットがあるし出前館、ウォルトメニューはあの深夜やってないし、まあ、そもそもお客さんが少ないからピークタイム以外とか。 あの市内のね大阪市内の中心部以外はそんなに配達依頼飛んでこないよっていうような状況がある中で、まあ、私は大阪の南の方ですね堺のさらに、えー、と南部の方ですね南区に住んでるんでそこを出発と、えーまあ、帰宅のゴールにしてですね、まあ、活動してるわけですけども。 でまあ、そんな中でまあ1日に、えーまあ、そで毎日やるとしたら1万3千0 0円20日やるとしたら1万9 5五百円ですかね、まあ、39万円ぐらいはあげたいなというふうに思ってましてうんまああのっていうのも僕今あの妻と子供たちと別居してるんで、まあ、月に15万円ぐらいはねあの養育費としてお渡ししたいなと思っててでまあ残りの まあ三十九引く十五やからまあまあそうそうですねうんまあ二二十十えー、2二十四万円か二十四万円ぐらいでまあ自分の生活をなんとかしていけたらいいかなっていうふうに、えー、思ってるかなっていう次第ですねうんまあ先月はあの税金がですねああのまあ、年四回分割して払う分のうちの一回の 5万円を払ったりとかまた来月からですねあの社会保険料とかの支払いとかも考えないといけなくて本当にあの世知辛がらいというかねあの優しくないなという世の中を感じますけども、うん、だから多分その傷病手当とかもらってねあのいただけるお金が稼いでたお金の7割切って でそこから、ね、あの社会保険料とかがあのまるっと払わないといけないってなるとやっぱり子供たちにまともな生活させてあげることできないと思うんですよね、うん、だからまあ僕はごのご飯時とかにこう家族と一緒にゆっくり飯食ってる暇なくてあの、まあ、皆さんがご飯食べてる時間昼ご飯時、夕ご飯時時にお弁当を持ってバイクで走って。 お仕事していかないとやっていけないかなっていうふうに思ってるんでまあ今ねその別居してる状況っていうのはまあそれは逆にあの仕事の面では助かってるかなっていうふうに思っててまあ深夜にも走ることあるし朝方から出かけることもあるんでねただあの日曜日だけはあの子どもたちと遊ぶっていうのと保育所の送り迎えはあの僕もやるっていうのは。 決めててあとまあ子どもの服の洗濯っすかねとかもその家内のとこに行って預かって僕が洗って干してたんで返すっていうのをしてるんで、うん、まああのフードデリバリーの業界9月はね閑散期って言われてて。 だんだんとその出前とってご飯食べるよりもそのまあ自分で買いに行ったり外食したりするっていうえまあことが増えるのかなとまあ行楽シーズンとかって言いますからねうんまあ食欲の秋とも言うしうんまあ外,なまあ外食とかの機会も増えるんでしょうでまあそうですねまあ僕がその思っているのはこう今はもうすごい配達報酬がですねまあ大手の イーツさんしっかりで、まあ、下がってきてる中でピークタイムでですねあの高い単価の依頼が飛んでくるのを待っても、まあ、飛んでこないよって思っててだからまあピークタイムでこう、まあ、依頼を取捨選択するっていうのはもちろんなんやけど待っててもあかんからとにかくこうちょっとでも悪くない案件取って稼働せなあかんなっていうのとあとオフ,オフタイムですね。 あのピークタイムじゃないあの昼ごはん時とか夕ごはん時じゃない時にどこに行ってどうやって稼ぐかっていうことが大事かなと思っててで結構その朝華道ですかね朝華道を今ちょっと探ってて、まあ、どこ行ったら注文取れるかなと思って、まあ、今日はその大阪の,その長居公園っていうところのね近くですかねまあ、マンションとか戸建ての住宅がいっぱいあるところでで 難ああ波よりちょっと南の方なんですけど、えーまあ、結構ね、あの朝マックの依頼を続けて取ることができましたね、まあ、それなりに道もあの空いてたけども、信号とかでようと止まるんでね、ちょっとは調整金もついて、まあまあまあ悪くないかなっていう感じやったかな、でもすごい置き配が多かったですね、だからまあ、あのなんやろ、こう特にチップが出るとか、そういうこともなく。うん でしたかね、うんえーとまあ、まあチップとかもねやっぱり1日500円ぐらいいただけたらそれでね原付きの給油が1回できるんでねそれはすごいありがたいことなんですけども、うん、あと現金現金とかもね扱い多かったらねお釣りいいですよっていうことでねまあ、そんなもん積み重なったらめっちゃ大きいんでね、うん、まあ、現金払いのお客さんとかありがたいなと思いますけどもうん。 ままあまあその金金金じゃなくてね、今朝はもうすごい早い時間に出て、夜が明けて朝,朝日が昇るのをこう、大和川の水面に映る朝日を拝みながら、ですね、あのー、そういううち堺なんですけど、堺から、あのー、大阪市内の方に入ってったわけですけども、もやっぱちょっとね、やっぱりこう癒されますね、こう僕の病んだこう心身をきれいにしてくれるというか。 あの,そういうのは感じましたね、うん、あのなかなかねでもマクドナルドとか見てるとすごいねやっぱり忙しいし結構きついねあの先輩みたいなのもおってあのそういう人にこうきつく怒ら,れて怒られながら仕事してる、ね、あの新しく入った若い子とかおっちゃんおばちゃんとか見てると、うん、やっぱ僕もちょっとそんなん見てるとしんどくなることがあるんでね。 うんまあ、ちょっと精神的にしんどくなりますね、こう人が理不尽に怒られてんちゃうかみたいな場面を見るとね、うんまあ、でもそうやってね、こう仕事を覚えたりする,するやろうし、教える方も、いや、ちょっとそういう教え方ないでみたいなことをね、こう誰かにフィードバックしてもらいながら、あの人としてね、あの成長していくんかなというふうに、えー、感じていましたけども。うん でやっっぱちょっと僕はあの都心部の方行くとね、やっぱお店も忙しいんでね、あのピックに行った時に、まだお料理できてないよとかっていうこともあるんかなっていうふうに思ってて、うんまあ、ちょっと一言で待ってくださいって言われたら待ちますけど、あのまあ、ちょっとよう分かってる人やったらね、あと何分待てますかとか、はっきり言ってくれたりするんでね、まあ、それはねちょっとこうありがたいですね、こっちの立場を尊重してくれてるんやなと思うんで。 ああもう10分以上かかるんやったらもう変わりますねって言ってごめんなさいって変われるけどあのただ待ってくださいって言われてもそのどれぐらい待つか分からへんしこっちもそのねあの10分か12分たたんとあのなんていうノーダメージでキャンセルはできないんでねうんそう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 、うん、まあそうですねあの、まあ まあその副業でやってた時とは違ってその休みの日にあの1日稼働して1万円取れたでよしやったじゃなくてそれはもう専業になったら毎日あの1万円たら1万円稼いで,で休みの日はしっかり休めるようにあの休みの日の生活費の分もあの稼働してる時に稼がないといけないからそうですねだからちょっともうねあと1時間とかあと1 あと1本、あと2本、あと320円、あとダブルで600円とか、そういうのでね、こう、本当にあの安い依頼でも数こなしたらね、1か月の売り上げって全然変わってくると思うんで、あの取れるときは、あの売り上げを上げるために、非効率的なあの配達依頼でもこなせるときはこなしていかなあかんのかなっていうふうに思いましたね。あとスタミナを 管理せなあかんなと思っててなんか案外こうダブルワークしてるとその片っぽの仕事してる時にもう片っぽの仕事をするための体力とか精神力が回復するんでなんか思ったよりこういっぱい働い2つの仕事合わせてもうめちゃくちゃ長い時間働いても平気やったんですけどフードデリバリー1本やとちょっとさすがに飽きてくるなというかもうめちゃくちゃ疲れるなと思ってて。うん まあそれはちょっっととまた課題かなと思ってるんですけど、ね、うん。だからこうなるべくこう疲れないようなこう配達の回り方っていうとことあのまあだからこうなんやろだからだから言うたらあれですけどまあまあ,のまあマグロ待ってるっていう人とかあの。 お地蔵さんして,るしてるっていう人とかね、まあ、いろんな人おるけどやっぱりずっと配達員で続けていくためにはその注文取るためにずっとバイクを走らせるっていうのはやっぱりしんどいことでちょっともう体リラックスするためにあのどっかでねバイクから降りてあの腰掛けたりとか横になったりとかそういうことをする必要があるんやろうなっていうのを感じましたね。まあ、なののでちょっと夜中 居眠り運転しそうになったらちょっとバス停のベンチで横になってみたりとかコンビニの前でジベタリアンして一息ついてみたりとかあのジベタリアンってあのジベタに座ってね休憩してる人ねしたりとかねまあそんなことをしてましたねうんでまあその週初めとかにね僕はあの自分のエリアから5 住んででいるとととこころろかかららキキロとか10キロぐらい離れたところを四方ですか、ね、まあ,あのうちの家から南側はもう配達エリアもう山でないんで、まあ、北と西と東とまあそれぞれお店何個か回ってたんですけど、まあ、週末に差し掛かって今日なんかはその方々のお店からですねちょっと遠いところから、まあ、自分が週の前半に配ったことある,あるお店からなんかこう40分30分ぐらい。 かかるような距離の長い依頼でまあロングで1200円とか1000円とかの依頼がちょこちょこってかかるようになってきたんでうんやっぱりその自分の,その思ってたこう4桁の取り方のセオリーっていうのかなあの週の前半でこう配達したことのあるお店のお客さんが見つからない時にあのちょっと距離があっても配達したことがある配達員をピックアップして。 ちょっとええ値段で配達依頼かけてくれるんじゃないかってそういう現象が起きるようなあのマッチングの仕方をしてるんじゃないかっていう仮説を立てててまあまあその通りかなっていうようなところでまあ今日はねあのちょっと4桁いくつかなってたんでねああもうあのこの店は今,日の今週の前半に行ったところですってありがとうってまた呼んでくれてって思ってま行けるところは行きましたけどね。うん まあそんなわけでねこうまあ僕のおすすめとしてはあの週の前半にこう自分の家からもしくはその配達の拠点から5キロなり10キロのあの円を円なり四角形なり描いてまあその中でこう週の前半はあちこち行ってこう配達の実績を作ってえ週末とかね忙しい時にこう 自分がいるところの近くから呼ばれなくなった時にちょっと離れたとこでもその自分の実績をもとにあの呼んでもらえるっていうようなえ戦略で行って正解やったかなと思ってます。うん、まあせやけどねやっぱちょっと気候もねよくなってきて夏,夏もまだまだねあの暦の上では9月やけどもまだまだ暑いですけど、うんまあ、自転車のね配達員さんもねいて。 あの半袖1枚でやってたりとかね日焼けして大変やろうなと思ったりするけどまあ薄着をしてあの配達回ってはりますけどね、うん、まあその雨降るとね自転車の方とかはねちょっとこう稼働が減ったりとか副業の方の稼働が減ったりするんであの、まあ、私のように専業でやろうとしてる人にとってはこうチャンスなんでしょうけども、うん、またいい天気の日が続くんかなうん。 まあまあそんなわけでね、えー、っとちょっとこう、まあ、毎日続けられる稼働の仕方であで1日1万3000以上上がるような、えー、立ち回りを考えていますでまあこの1日の終わりにこうもうフラフラなってもう居眠り運転で蛇行運転してなんとか家にたどり着いてぶっ倒れるように眠るっていうのをね続けてたらあかんなと思ってて、まあ、せやからこう やろあのー、今までは終わって帰ってくるのが深夜やったんやけどもう逆に、あのー、夜早めに寝て、えー、もう早朝ですねもう朝4時とか5時とかにスタートしてでもう涼しい時間に、あのー、ちょっと距離の長い単価の高めのやつをいくつか取ってお昼までにね何歩か上げてで昼の暑い時は昼寝してで夜また頑張るみたいなそういう流れにしようかなと思って。で次の日に疲れを残さない 範囲でも早々に切り上げて寝るみたいな。そういうサイクルにしていこうかなと思っています。うん、それでやってみて。あの売上が立てられるようやったら。いいでしょうし、体力がついてきたらね。また長い時間稼働できるようになると思うので。あのまとにかくもう毎日乗ってたらね。やっぱりちょっと注意いい。 1> 1秒けが一生でもうその不注意一秒がねいついつ起きてるかっていうかもうしょっちゅう不注意な状態で走ってるかもしれないんで、まあ、そこにその相手方の不注意とかも重なるとねもう事故るでしょうし原付なんかやっぱ弱いから車と喧嘩したら絶対負けるんでね、うん、あの気をつけてあのただ気をつけるためにはこう。 あの自分の意識レベルがクリアで判断能力を維持してないといけないので、まあ、寝不足であるとか昨日の疲れを引きずっているっていうことがないようにあのしっかり自分をケアしてあのやっていきたいと思いますという次第ですね、うん、まああの今日は土曜日ですけどね僕は明日はあの子供たちと別居している子供たちとね一緒に遊ぶ日なんでねで、まあ、ちょっと岸和田の方が だからまあどこ行こうかなうんまあ暑いしねまだまだね、うん、どっかの屋内で楽しく遊べるとこあったらあのー、連れてってあげたいかなと思ってますね、うん、やっぱり僕はその子供のために頑張ってるっていうまあただそれだけのところはあるんでうんまあ僕のねその精神っていうのはう今病気で壊れてしまってるんで あのもう介護の仕事なんですけど介護の仕事みたいなそのチームケアで他の人とこうバチバチやりながら仕事をするっていうのはちょっと僕メンタルが持たないと思うんで、まあ、1人で自分のペースでできる仕事っていうことでねこういうフードデリバリーのギグワークっていうのはありがたいですし、まあ、サポートの方もね僕らあの委託業者にはね割と優しいんでね、うん、それはもう本当にありがたいというか助かってますね。うん そうそうそうまああの僕もね売り上げた,たったらねちょっと外食させてもらったりとかしてね栄養のあるもの食べて、うん、あのちょっと不節制して太らんように気をつけながらねでまあお酒はもうあの一滴も飲んでないですねこの頃ね、うん、やっぱりアルコールみたいな、ね、脳にダメージ残るものをね飲んでしまうと翌日の稼働に響くと思うので、うん、アルコールも飲まんとね、うん、頑張ろうと思います。 でまあどうなんですかねこう結構そのやってられない案件みたいなことでそのウーバーイーツの低単価問題があって、まあ、確かにやってられないですねもう普通にやってあの昨日なんかは時給800円ぐらいになったし今日は逆にちょっと単価が戻って時給1000円回復したかなっていう感じやけどうん。 せやからもうちょっとこう率悪いかなとかって思ってもその1時間で1,500円とか1,400円とかっていうのでも取っといた方が取らへんよりはましかなっていうようなことも思ってきたんでうんそうそうそうバカロングみたいなねあのやってられるかロングみたいなもんでもねやっぱり取ってったらまあ時給1,000円はあの確保できるんやったらそういうのがいいんかなと思ったりとかもしてますけどもねうん。 でもなんでやろうねその出前感もあんまりならへんけどやっぱウーバーが <laughs> お客さんにしたらウーバーワンのサービスとかがあって安いんやろうね多分注文するのにね。ねまあ大阪の人は結構あの同じもん買うんやったらねちょっとでも安い方にあのを安いものにあのやっぱり。 あの安,安い方でねあの注文するっていうことにこうそういうことでねこう10円得した100円得したっていうのはすごい喜びを感じるあの土地柄というか地域柄あると思うんでねあのスーパーのチラシでもね何社か並べて1円でも安い方で買ったらそれがねやっぱりすごい嬉しかったりするっていうなんかそういうあの県民性というか不眠性ってあると思うんで、うんまあ、そういうの気にしなへん人もね、まあ、いるでしょうけど。 でもやっぱり僕も,でもそういうフードデリバリーを頼むよっていう人からあのなんかどこどこの会社はやっぱり高いからウーバーで頼んじゃうわみたいに言う人もおるし、うん、だから今メニューとかもなんかクーポン券配ったりしてるけどやっぱりクーポンなくなったらまたねウーバーにお客さん帰ってくると思うんでね、うん、まあまあそんなわけでねあのまあこう。 まあ、ウーバーがねこう単価が安い安いって言うけどもその状況に早く慣れてその安い仕事をしていることにこう自信をなくさないように、うん、嫌気ささないようにねあのやっていこうかなと思ってて、まあ、そういう中でねこう配達の途中とかでこうショート動画撮ってあげたりとかするっていうのは、まあ、いい気分転換になるんでね。 まああのこうやってねフードデリバリーの配達員しているちょっとやんでたおっさんがやんでるかやんでるおっさんが喋ってるチャンネルをね見てもらってありがとうございますまああのフードデリバリーやってるよとかやってみたいよとかまあそういう人いたらねコメントくれたりとかしたらね嬉しいなと思うしうんまあそんなわけであのフードデリバリーやってる人とかねやってみたいよっていう人が チラッと覗いてくれてるかなと思うんでねあのどうかね皆様の一緒にね安全運転で無事故無違反でやりきりましょうでまあそれぞれのね目標の売り上げとか生活とか夢とかね目標を叶えていきましょうそれではお疲れ様です今日の午後からもまた頑張って頑張りましょうじゃあね